その、プロレス教室、楽しかったですか？はい、ありがとうございます。じゃあ、これから皆さん、笑顔と元気でいってくださいね。じゃあ、プロレス教室をやりたいと思います。ありがとうございました。選手がピンチになったとき、頑張ってほしいです。選手の名前を言ってほしいです。次の選手はですね、次の試合は、メンタルキッド、桜島直樹組で、玄関に先に決まります。で、メンタルキッド選手を応援するには、ちょっと早いですけども、拍手しながら、メンタル、メンタル。せーの。メンタル、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 そして、対する、桜島直樹選手、ね、桜島直樹選手、ちょっと鹿児島も今日近いんで、富山もよろしくお願いしますということで、応援してもらいたいです。下の何キロいくんです。直樹君、せーの。レフリーが見てないところで2対1の状況で戦ったり、ね、場外とかやったりします。結構ね、卑怯な、そういう、ね、卑怯な手を使うレフリーが見てないところでやるところの時はブーイングです。これでブーをブーします。あ、ブーをやるね。でブーです。さあ、選手が反則攻撃しました。ブーイング、せーの、ブー。そうです。もし恥ずかしいとか言ったら、あの、口だけです。そしたら前から、してないように言います。さあ、続きまして、ブーイングをしました。続いては、ルール説明です。ここで、君が、頑張ってください。頑張ろう。よっしゃ。ちょっと、協力してもらえる。協力してもらえる。はい。よっしゃ。協力してもらえるんだけど、ここね、ルール説明。プロレスが、ギブアップするか、ワンツースリーでホールされるか、抑え込まれるかなんですね。これで勝ち負けが決まるんですけど、ギブアップ、例えば足を曲げ固めとか、小倉通じとって聞いたことあると思うんですけど、そういう締め技とか関節技の時は逃げます。選手が逃げてロープに手だったり力ついたらブレーキというか離れるんです。それで皆さん選手の頑張りを称えて拍手してほしいですね。で、これ実際やってます。今からじゃあ、君のね、ソダ君、ソダ君の夢から僕がね、首絞めます。首絞めます。逃げてください。その時に皆さんね、ソダ頑張れとか、動けとか、言ってほしいですね。ソダ君がランナー感じしたら拍手をお願いします。できます。いきまーす。よっしゃ、スタート。はい、お待ちください。はい、ボールされました。はい、ボール、はい、ワン。
よっしゃ、そこで来い。一回ちょっと俺ね。というわけで、プロレス教室に参加しました。